こんばんは、大島匠です。匠クロージングチャンネルを始めたいと思います。今日のスタイリングなんですけれども、リーバイスのウエスタンディティールのシャツ、ブラウンベースに、ベージュの切り替えが入ったシャツに、同じくリーバイスの501ビッグイーでベルトループのないタイプのものを履いております。まあ、夏場になると結構着たくなるシャツでして、この多分70年代ぐらいのものだったと思うんですけど、結構気に入っているデザインのシャツになりますので、結構毎年何回かは登場するシャツになります。ちょっと暑くなってきましたので、まあ、こういうスタイリングもたまにはいいかなと思って着用しました。それでは、今回の本題に入りたいと思います。今回は以前インスタグラムにコメントをいただきまして、 YouTube でこういうのを取り上げてほしいというコメントをいただきました。そこでこれだけは絶対に買っておいた方がいいアイテム特集をしてほしいですというコメントをいただきましたので、今回そちらをお話しさせていただきたいと思います。そのコメントをいただいてからどんな感じでお話をしようかなといろいろ考えていたんですけれども、ちょっとなかなかこう絞ることができなくて、結構たくさんあるんじゃないかなと思いながらいろいろ考えていたんですけど、ドレスとカジュアルに分けまして、まあ、それぞれでいくつかご紹介をさせていただきたいと思います。で、割と私が所有している洋服は、まあ、ベーシックなものが多いんですけれども、まあ、その中でもと言われると結構難しいなと思いながら、究極の選択として考えてみました。なのでベーシックなものばかりのご紹介にはなるんですけれども、ただご覧になられている方の中で、あ、これ持ってなかったなとか、もしくは最近こういうドレス寄りのスタイリングがお好きになられた方、もしくはお仕事でこれから必要になる方に関しては、まあ、何らかの参考にしていただけるんじゃないかなと思いますので、もう最後までご覧になっていただければと思います。で、今回はドレス寄りなアイテムからちょっとご紹介をさせていただきたいと思います。まあ、いわゆるメンズドレスファッションで絶対に持っておいていただいた方がいいなと思うのは、まずこちらです。ネイビーのジャケットです。最近ブレザーの特集をさせていただいたと思いますが、ブレザーではなくて、いわゆるこのナットボタンっていう普通のボタンでネイビー、まあダブルじゃなくてもシングルでもいいと思います。まあどちらかというとシングルの方がいいかもしれません。究極のやっぱり一着だと思います。パンツに関しては、まあ、グレーのウールパンツからベージュのパンツ、もしくはジーンズまで幅広く対応することができますし、チャコールグレーのウールのパンツを合わせていただくと、結構こうドレッシーな V ゾーンのスタイリングまで、本当にスーツに次ぐぐらいドレッシーなスタイリングが対応することができますので、特にこういうのを着てお仕事をされる方にとっては必ず必要なアイテムになってくると思いますので、ぜひお持ちでない方は買っていただいた方がいいと思いますし、今までスーツばっかり着ていてジャケット&パンツのスタイルも挑戦したいなと思われている方は、まず1着目は必ずこれを選んでいただくのをおすすめしたいと思います。先ほども言いましたが、ダブルじゃなくてシングルの方がよりベーシックなような気がします。必ず持っておいていただいた方がいいアイテムだと思いますので、まず1着目はネイビージャケットかなと思います。で、パンツです。グレーのウールパンツとものすごく迷ったんですけど、どっちがより汎用性が広いかなと考えると、個人的にはこっちかなと思います。それは多分どういうお仕事をされているかによっても変わってくるような気もしますし、まあ、お好みも当然あると思うんですけど、まあ、私だったらこのベージュのコットンスラックスがあった方がいいなと思いますし、絶対に活躍する一本だと思います。ちなみにこれはザンスのブルースという形になります。若干ですが太めのシルエットになっていて、股上がやや深めのバランスです。すごくこうベーシックな一本だと思います。ただザンスじゃなくても、例えば GTR とか PT トリノとかインコテックスとか、そういうものでも全然問題ないと思いますし、パンツに関しましてはそのヒップ周りの収まりが合うかどうかっていうのは、その測れる皆様それぞれによって合う合わないっていうのは当然出てくると思いますので、まあ、できれば試着をして選んでいただければいいかなと思います。で、フロントのデザインとしては個人的にはプリーツ、ワンプリーツかツープリーツ、そしてベルトループ付きがいいかなと思っております。このベルトレスのアジャスターパンツもなしではないんでしょうけど、最もベーシックで必ず所有しておいていただいた方がいいなと思うのはやっぱりベルト
ループがついている方がいいんじゃないかなと思います。トレンドに左右されづらいような気がしますので、あるといいパンツかなと思いますので、 US アーミーのチノパンとかとは違うスラックスタイプのベージュのパンツがあるといいと思います。次がシャツです。白のオックスフォードのボタンダウンシャツです。まあ、カジュアルでも使えますし、さっきのジャケットとさっきのベージュのスラックスの中に着るのであれば、やっぱり白のオックスフォードっていうのはやっぱり使いやすいですし、汎用性がやっぱり抜群にいいので、やっぱりお持ちいただいてた方がいいと思います。色は白でオックスフォード地のボタンダウンシャツです。まあ、一番有名なのはやっぱりブルックスブラザーズのオックスフォードのボタンダウンは絶対にあった方がいいと思います。私は所有してないんですけど、やっぱりあれが生みの親ですし、最もベーシックなスタイルだと思いますので、ブルックスブラザーズのものをお持ちになるのが一番いいんじゃないかなと思いますので、まあ、ちょっとチェックしていただければと思います。で、まあ、もし2枚目っていうことになってくるとブルーだと思います。サックスブルーの、オックスフォードのボタンダウンシャツ。ただまあ一応1枚という限定で私は今回お話をしておりますので、であれば指導用かなと思っております。で、次がネクタイ。ネクタイもちょっとものすごく迷ったんですけれども、まず絶対にこういろんなものにコーディネートしやすいっていうことを考えると、やっぱりニットタイかなと思います。で、色が黒とネイビーどっちか迷ったんですけど、もうちょっとここに関しては2本ご紹介させていただきたいなと、2色あっていいんじゃないかなと思います。どっちかでもいいような気がしますけど、まあ、どちらもすごくベーシックで使いやすいです。ただ個人的にはやっぱり紺かなとは思います。やっぱりメンズドレスファッションにおいて紺色っていうのは絶対外せない色だと思いますので、紺色のニットタイ、これアスコットっていうメーカーでビームス F で今も定番でずっと展開しているもので、こうシャリ感があって本当にいいニットタイですので、もしお持ちでない方はぜひ取り入れていただきたいアイテムです。で、クールビズで、まあ、夏場ネクタイをされる機会っていうのが少なくなってくると思うんですけど、見え方としてすごく涼しげに見えます。軽く見えますので、もし夏場にネクタイをするっていう機会がある場合はニットタイにしていただくのを個人的にはお勧めします。かなりこう軽い感じに見えますし、ちょっと柄物がいいなって言われる場合は、最近ボーダーのものとか、あとドット柄のものとかもアスコットから出しているはずなので、そのあたりもちょっと見ていただければいいと思いますが、必ず持っておいていただいた方がいいなと思うのはやっぱりニットタイ、紺色のアスコットのニットタイになります。同じくニットタイでいうと、黒もやっぱりおすすめなので、もし2本目っていうことになってくると黒かなと思っております。で、ちなみにニットタイに関しては、先ほど夏場っていうお話をしましたが、基本的には年中使っていただけますので、夏涼しげには見えて、夏に見え方としては適しているんですけど、冬にコーディネートとして使っていただく分には全然問題ございませんので、年中使えるアイテムだと思います。で、最後が靴です。やっぱり、ちょっとドレス寄りっていうことを考えるとタッセルローファーかなと思います。私はオールデンのコード版のタッセルローファーを所有しているんですが、有名なとこで言うとクロケット&ジョーンズのキャベンディッシュ、カーフのタッセルローファーとかもやっぱりいいと思いますし、それ以外でももう少し安いものでもいいような気はしますが、とりあえずこうデザインとしては、要はローファータイプでこう房飾りのついているタッセルローファーをお持ちいただいているのが、これがないとコーディネートが成立しないスタイリングが多くなってくるんじゃないかなと思いますし、逆にこれがあることでコーディネートがまとまるっていうスタイリングもたくさんあると思いますので、そういう意味でやっぱりこう汎用性はもう抜群なアイテムだと思います。お持ちでない方はぜひお持ちいただいてた方がいいと思います。はい、今回ご紹介させていただいたものは、本当に最もベーシックなアイテムばかりで、メンズドレスファッションにおいて絶対に欠かすことができないアイテムだと思います。これがないと正直コーディネートがもう成立しないパターンっていうのがたくさん出てくると思いますし、先ほども言いましたがこれらがあることでコーディネートがすごくこう綺麗にまとまるっていうコーディネートが本当にたくさんありますので、今回ご紹介させていただいた5点に関しましては、このメンズドレスファッション、大人の方が着ていただくアイテムとしては必ずお持ちいただくのをお勧めしたいと思います。それではまた近いうちに、大人の方が使えるカジュアルアイテムで、これだけは持っておいた方がいいと思うものを別でまたご紹介をさせていただきますので、楽しみにしていただければと思います。それでは今回の匠クロージングチャンネルを終了させていただきます。どうもありがとうございました。